り枝村さんは天才っすよ。いやまあそうなんだろうな。観光客ってのは財布の紐が緩いし、日本は治安がいいと刷り込まれてる。 Welcome to Japan。 え？あいつか？あの外国人？僕はローラン。君のことは何でも知ってるよ。同業者か。さて、僕は一仕事しに行くよ。誰を騙すと？プロデューサーとは名ばかりのハリウッドマフィアさん。あんな奴をカモロって言うだか。こう見えて僕らは悪党しか騙さないんでね。行けよ役立たず。自分の巣の中でオナニーしている童貞。私たちの狙いは国際的詐欺集団ローラン・ティエリーの一員です。おめえら一体何者だ。コンフィデンスマンさ。コンデンスミルク。人々が信じたいのは自分に都合のいい真実さ。日本にも歴史上最高のコンフィデンスマンさんおっただよ。日本一の詐欺師が聞いてあげる。一緒にあいつらをぶち込みましょう。ほら怒らせとおっかねえ。なんだって。選びなさい。わお、この俺を裏切るだって。賭けさオラの勝ちだ。